今金町の住宅地に来ています現在雨は上がって晴れ間も覗いているんですがご覧のように後ろ通行止めになっている道路これ大きく冠水の被害があった現場です現在水はほとんど引いていて泥が残されているといった状況となっています近所の人によりますとだいたい午後1時頃一番、えー、冠水のエリアが広かったということでちょうどこの乾いている辺りまで 向こうから見ますと大体200メートルぐらいの長さにわたって冠水していたということです今金町では午後2時までの24時間で観測史上1位となる226ミリの雨が降りましたこれは平年の8月1か月分の1.4倍の量に相当するということです現在雨はは上ががってて水水引いていますが水と一緒に ガラスや木片などいろんなものが流,流されてきています歩く際また車で通行する際は十分な注意が必要です以上今金町からお伝えしました